すみません。本日は皆様ようこそお越しいただきました。ただいまから高橋スピーチ37回山崎健太郎さんをお迎えして、いろいろお話を聞きたいと思います。この会場はですね、東京デザインセンターさんの運営するクラフティックギャラリーというところを、お借りして開催をしております。毎回30回までは、毎月月1という言われているので毎月やってましたが、なかなかコロナ禍もあり運営が難しくなって、だいたい今2ヶ月に1回の開催になってます。だからほぼ1っていう感じですかね。ほぼ1それいいですね。はい。で、木村さん、ちょっと今日は今までとちょっと違って条件がありますので、ちょっとうちの木村から説明をさせていただきます。どうも皆さんこんばんは。多くの皆様ありがとうございます。来ていただいて、山崎さんよろしくお願いします。ちょっと会場の説明で、東京デザインセンターの協力でっていうのを先ほど永井さんからおっしゃっていただきましたが、その通りで、で今日ちょっとお酒を通常高橋スピーチでは冒頭からカウンターでお配りをして、飲みながらトークを聞くっていう風な形をとったんですけど、ちょっと、デザインセンターの方で少しうちではないんですけど、ちょっと他社で問題があったらしくって、冒頭から飲むことができなくなりました。で通常に今日2時間ちょっとのトークの間で中盤ちょっと休憩時間を取っていただいて、その時からカウンターでお配りをして飲みながらそのご飯を聞いていただくっていう形にしたいと思います。その時に注意事項として左右に各社のちょっと展示がしたい棚があるんですけど、ちょっとそこにドリンクとかを置いちゃうと汚れちゃったりするので、名刺交換の時とかカウンターその棚には飲み物を置かないようによろしくお願いします。それではすいません、時間を取らせまして、今日よろしくお願いします。すいません、高橋です。ちょっとまず必要上一応自己紹介をさせていただきました。多分知らない方も多いかと思いますので、高橋正明と言いまして、1990年代の後半から建築とかデザインとかインテリアも取材をしてですね、最初主に海外の雑誌に書いておりまして、日本の雑誌もやってたんですけども、結局英語で書いて、主にオランダの雑誌のフレームとかに、フレームのかつてやっていた建築雑誌のマークっていうのも、そのマークとかに書いていたり、あと本当に結構世界中の雑誌に書きまくりましたので、ね、イギリスとかドイツとかマレーシアとか香港とか、本当いろいろ書いたんですけど、ちょうど日本のなんかデザインブームみたいなものもあって、やたらデザイナーっていう時代もあったので、それに乗っかった部分もあるんですけど、かなり書きまくりまして、本も渡させてもらって、最初の本はイギリスの老舗の出版社が、東京のデザインのことを書いてくれないかっていうことで、デザインシティ東京っていうのを書いたんですけど、同時にドイツのいろんな出版社さんも依頼があって原稿書いたりしてまして、最近ちょっと翻訳とかもやって、逆にその英語を日本語に訳すような仕事で、ジェフ・イバーの全仕事っていう本がありまして、それは今までちょっと翻訳されてなくて、許可が下りなかったらしくて、なかなか翻訳できなかったんだけども、なんか僕の方に話が来まして、翻訳できることになりまして、ジェフリー・バーの全仕事っていうのも翻訳したりしました。あと、3年ぐらい前、一番新しい本で3年ぐらい前かな、もう2、3年前なんだけど、日本のデザイナーさんの、モメントさんという方の作品集を書かせていただきまして、そこでは、ブランディング、主にブランディング論のことをですね、Redefining the ブランディングっていう、デザイン、ブランディングの再、なんて言ったかな、再構っていうのかな、
新しく認識したブランディングということで空間と絡めて、本も書きました。で、いろいろその取材しておりまして、ちょっとやや最近あまり建築とか離れちゃってて、というのは多分デザインの質が変わってきちゃったと思うんですよね。ちょっと話長くなってすいませんけど、あのデザイナーさんっていうか、もうデザインっていう言葉さえちょっと手垢についてしまいまして、若い人がデザイナーっていう言葉があんまり魅力を感じないっていうか、デザイナーって言われる言葉嫌だっていう人も出てきちゃったような状況で、まあそのデザインのカテゴリーもいろいろ変わってきましたし、まあ物を作ってれば物だけでいいっていうわけでもなく、空間を作ったり場も作ったり、まあ会社内の組織を再編したり、その目に見えないデザインをやってる方もだいぶ出てきまして、デザインという定義も本当にいろいろ変わってきたと思うんですよね。で、いろんなそういう方も取材してくる中で、ちょっと自分のデザイン感も変わってきまして、いわゆるその王道的なインテリアとか建築からちょっと今離れてたもんで、ね、これちょっと軌道修正的にですね、ちゃんと建築をやってる方と、もちろん今日山崎さんをお呼びしてやっていこうと思うんですが、山崎さんは本当いろんなカテゴリーの仕事をされている方で、まあ、商業施設とかインテリアももちろんされていますし、ホスピスとかそういうちょっと難しいというのかな、まあ後でお話していると思うんですけど、そういう何ていうかカテゴリーの仕事もされているので、ちょっと僕の場合非常に関心がありましてっていうのは、特に自分が最近年取ってきたのもありますんで、やっぱその人間の三大苦と言いますと、老病死ですよね。まあ、老いること、病気になること、死ぬこと、まあ、これに関係あるデザインにすごく興味を持っておりまして、まあ、家族の、まあ、中のものが認知症にかかっているという現実もありまして、特にそういう介護施設とか介護付き老人ホームとかデイサービスとかホスピスとか、そういうところに非常に興味を持って今見ておりまして、そういうことなども含みまして、今日は山崎さん、健太郎さんにお願いいたします。今日よろしくお願いします。大丈夫です。こんにちは、山崎と申します。よろしくお願いします。JCD にこうちょっとアメリカなかったそうなんですよね。で、僕は普段建築の設計をやってるんですけれども、工学院大学で塩見さんと一緒にやってることもありまして、塩見さんなんか今日は、なんかシンガポールに出張で、なんか来れないって先連絡もらったんですけど、塩見さんがインテリアデザイナーのみんなは優しいから大丈夫ですっていう、よくわかんないけど優しいと思いますよ、建築系よりは。はい、まあ普段建築の設計をやっておりまして、で、まあ、いわゆる用途っていうのは専門ってあんまりないんです。で、今高橋さんおっしゃっていただいたようにホスピスとかデイサービスとかっていうのが割とこう注目していただけるので、なんかそういうような感じのものをやっている印象を持たれておりますが、いろいろやっております。実際幅広いですよね、商業施設もね、うん、今度大型のやつもね、大きなスケールのやつも、ついね、昨日か一昨日くらいになんかリリースされたので、もう行っていいっていうことなんですけど、今自由が丘のピーボックの跡地で、イオンモールなんですよね、クライアントが。で、これはどうもあれだからあんまり変なこと言わないと思いますけど、イオンモールさんが都内で初の都心型の商業施設をやるということで、トランジットをジェネラルオフィスから声をかけていただいて取り組んだものが10月に出来上がります。で、それがなんかプレスリリースをされたので、ようやくなんか喋っていいですよっていうことだったようで、で、それは商業施設なんですけど、まあ、皆さんご存知のように自由が丘ってああいうその日本でもすごく個性のある場所なんだけど、僕のところに最初に来た図面っていうのが、いわゆる本当のこうインナーモールで容積をパンパンに取り切って、こういうのを自由が丘でやるんですかと思って、図面を持った時に手が震えた記憶がありま す, です。
で僕は必ずしも商業得意じゃないのでよくまあそんな人間に、商業が依頼来るなって思ったんですけど、だんだんね分かってきたことっていうのは、まあ、商業やってないからこそやってよっていうことだと思うんですね。っていうのはやっぱりインナーモールから ここちょっとぜひね自由が丘の新しい自由が丘ジュアオーネという施設名になったようですが、それ見ていただけると自由が丘のこうあそこは緑道のアイデンティティがあるので、それをこう緑道のように丘のようにした設計をしています。でそれ僕からすると全く普通の感覚で、でもアウターモールにした方がよっぽど楽しいから、ただインナーモールって1回入ったら各テナントに入るのに何の交渉益もなく入れるっていうことが素晴らしいっていうから、扉を開けて入ったらいいじゃないですかって思うんだけど、いやいやそれは商業のセオリーから反するんですみたいなことをたくさん言われますが、まあ、ある種こうプラントにはもし本当にその自由が丘のああい こう緑がまあ豊かでさまざまな個性のある店舗のある自由が丘にインナーモールで囲い込み型のものをやるっていうのは、街の価値自体を下げてっちゃうって一番リスクですよなんていう、まあ、なんか脅迫なのか、ただ本当にそう思ってますから、そういうものの中でアウターモールを提案させてもらって、でという生物とか、まあ、とにかく民度の高い場所ですからそういうものをやってたりします。ちょっと最初に商業の話でちょっとスライドには全く入れてないんですが、ちょっとそんなことを言われて、まあ、商業もやってるんです。で、まあ、今日お話しするのは なんかこういう華やかな場所で話をするようなものではないっていう感じもするので、お酒ぐらい入ってるとちょうどいいかなと思ったんですけど、ちょっと始めさせていただきます。なんか変なものっていうか、割とねこう、なんかシリアスなもの多いんですよ。ですんで、まあ、でもそんな話も重要だなって思ってますので、いつも人の居場所を作る、これは商業でも、ホスピタリティでも、医療でも福祉でも、公共でも同じことを考えながらやっていますので、こういうタイトルをつけています。で最初にご紹介するのは一番最近できた建物で、52軒の縁側って言っている建物なんですが、デイサービスなんですよ。デイサービスって皆さんいい印象ないいですかね。多分皆さんね、知らないと思います。デイサービスの実態っていうものを、ね、僕はね行ったことありますけどね、ちょっと左暗い話になっちゃうかもしれないけど、多分ほとんどの人は行ったことないと思うけど、行くとね、ガキ然としますよ。っていうのはですね、もちろんいろんな方がいるし、認知症とかあるばっかりじゃなくて普通の人もいらっしゃるわけですけど、結構ね利用者さんの中にはもうテーブルにこう顔伏しちゃってて、それとそのままっていう人もいるし、もちろん元気な人もいますけど、本当に多分知らない方はどんな実態かなっていうのを共感するの難しいと思います。でそこであえてこう強制型とかいろいろ提案されてるとか、もう素晴らしいなと思っちゃって、それでね、この強制型っていうのは僕はね提案してないんですよ、ほとんど。でそう、それではちょっとね最初にお話ししちゃうと、このプロジェクトっていうのは制度に頼るんじゃなくて地域で助け合いましょうっていう、結構いいですね。それすごくいいことだと思いますよ。これをね、いいことですよって言えるのは、これ僕は考えたからないんですよ。多分ね、皆さんのねこう気持ちの中に必ずあるものですよね。それでね、今高橋さんがそのね、デイサービスって結構なっていうことだったんですけど、ここにね、僕が感じてきたものをまとめて書いてあります。まさにこれですね。そう、まさにこれなんです。外から見えない。外が見えない、いいところに絶対作りません。両方地域上もそういうふうになってます。それからあとね、同じ種類の人といつも過ごすんですよ。ですので、認知症の人、あとはね、分かりやすいのは介護度が同じ人っていう。なかなか、あとね、嫌なのは労働介護なんですよ。それから、あとは、デイサービスに、預けますよね。で、戻ってきた時のストレスと負担というのはすごい。これは愕然とします。ご存知で。
いやもう6年もね、6年やってるプロジェクトでいろいろ見聞きすると、うん、やっぱりありますよね。お疲れで帰ってきますよ。ね、それでね、戻ってきたときにすごく感じるんですって、自分の親が。戻ってきたのに、帰ってきたかって思う。という、そういうストレスとか、落胆みたいなものを、本当に嫌なことばっかり書いちゃう。でね、思ったのは認知症から家族を守るために、薬と身体拘束ということがあったり。するし、配管になったら閉じ込めるんですよね。え、そうなんですか。配管って僕が、ね、一番最初にクライアントだって言われたことっていうのは、名古屋の方で、名古屋 JR 線に飛び込んじゃった認知症の方がいらっしゃった時に裁判になったんですよ。こういう話してるとすぐ終わっちゃう。そう、終わっちゃう。名古屋市は話してたからね。それで、まあ、こういう背景があるんですけど、まあ、確かにこの背景があるんですが、これが、上等式みたいですね。今ねあんまりやらない餅巻きをやろうってみんなで言って、これ餅巻きをしてるんです。上等してないんだけど上等式になっちゃってるのがすごく彼らしいんですけど、これねみんなね地域の人たちとか関係者です。なんかね昔の風景見てるみたいですごいなって思ったんですよね。みんながこの建物を心待ちにしてるんだなって思ったんです。それでちょっと誤解のないようになんだけど、僕が作った設計した建物を待ってるんじゃなくて、ここでこういうことが起こるんだってことをみんな待ってるっていうことなんですよね。でこれがね僕ねこれがすごい好きな、ちょっとバカバカしいですよこれこれ上等式日本これは素晴らしいじゃないですか。この上等式って日本なんだけどみんな日本じゃないみたいな、日本じゃない。あそこの赤い T シャツ着てるのが事業者の石井さんという、まあ、とても魅力的な男です。みんなでね踊ってですね、というものができてないけど踊っててないのにみんなでこう集まってきて踊るって、もう本当にね昔の風景を見てるようで、で僕はねこの姿を知っていたから、こういう人たちがいたから、あなんかこれは何なんだろうなって思いながら建築の設計をしてたんですよね。でこれはなんか少しね懐かしいような気持ちもあったし、ここのね事業所に行くとなんかねお正月みたいなんですよ。それは素晴らしい。そう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 、すごく素晴らしいの。子供もいて、まあ、おばあちゃんおじいちゃんたくさんいるんだけど、子供もいるし近所の子たちもまあ違ういるし、でだんだん慣れてくるとおばあちゃんたちが僕の悩みを聞いてくれたりするんですよね。悩みを聞いてくれるんですか。多分疲れた顔しているから、なんかねもう少しゆっくり仕事した方がいいとかなんかねそういうことをね言ってくれるんです。でね僕もね東京事務所は東京なって、割と地方が多いんですけど、すごくね行っててね居心地がいい事業所だなと思ったし、こういうふうにねいろんな仲間がいるっていうことがすごくねプロジェクトの特徴だと思ったんですよ。で高橋さんが最初におっしゃったようなね、なんか僕もデザイナーって何なんだろうなと思いながら仕事してるとこあるんですけど、例えば建築家ってすごく全知全能なようなお話もするし、なんかねどうなんだろうと思ってたんです。で僕はこれは何かコンセプトを実際にしたわけでもないし、そこの状況で、こういう仲間がいるっていうのは素晴らしいプロジェクトになるなって、そういう予感もありました。だからこれが何なのかを理解をして、それにふさわしい形を与えていくということをただただやったんだと思っています。だから自分の仕事を紹介するというよりも、プロジェクトを紹介するっていう気分なんですね。ですからね、褒めたくなるんですよ。素晴らしいですよって。それで、ね。それでもうちょっと、ね、分かりやすくこのプロジェクトの特徴を3つまとめました。街みたいな建築を作っていくということと、懐かしい日常のある福祉施設にしていこう、それが、ね、もう一つこれが大事だと思って、信頼できる地域を作るということ、これをまとめたこと。でここちょっと細かくて見づらいんですけど、いろんな、ね、仲間がいるんですよ。ここ不思議な、ずいぶん細かいダイヤなんですね、これ。そうそう、だからね、これはね、利用者さんいてね、近所の子供たち、地域の NPO、これは農家さん、地元の有志、まあ、こういう人たちが仲間にいて、これ、年がたいも結構複雑ですね、これ。そう、これはね、まあ、これはもう本当に説明するようにやったんで、すみません、これね、すぐ飛ばしちゃいますから、あんまり
見づらくて、まあ、いろんな、ね、人たちがやってて、普通建築のプロジェクトでクライアントと話をするんだけど、クライアントと話をするんだけど、いろんな人たちから仲間に入ってくるっていうか、それで何で入ってくるかというと、みんな困ってるんですよ。例えば地域の NPO の人たちは、シングルマザーの、世帯がたくさんあって朝ごはん食べられない子どもたちがいるんだとか、不登校の子どもたちがいるとか、農家さんはこの野菜をなんとかうまく売りたいとか、なんかみんな困ったことがあるんだけど、今の社会の中ではそれがうまくいかないってみんな心の中で分かっていて、なんか面白そうだからここさえ何かあるかもっていうんで、みんな仲間になっていく。でね、みんなが紹介するんです。あ、そこ行ったら面白い。で、作っているのがこういう縁側のような建物です。これはまだ途中の写真なんですよ。で、誰でも立ち寄られるような環境を作っていこうということを建築では実現しようとしているんですが、これみんな長靴履いているでしょう。これね、実はね、建築はもうすぐ出来上がるんだけど、庭はみんなで作りましょうってやりました。で、これはお庭のワークショップをやっている姿です。これみんなで池を作って、やろうと。で、子供たちいっぱい来て、やってます。僕もここにいるんだけど、穴を掘ってね、やりました。で、さっき言った信頼できる地域を作っていく、ゆっくり環境を作っていくことを建築を通してやろうとしているんですよね。よくね、最近の雑誌を見ていると、町を開くとか、家を開くとか、開くね。これはもうマジックワードになっていて、僕はもう嘘だと。で、福祉を開くなんて、僕は考えられない。だってね、信用できる地域じゃないのに開いたら、嫌なことしか起こらないですよ。半歩使いますよね。そう、絶対そうなの。だから、やるときには、信頼できる地域を作った上で、少しこう開いていくということを、やるべきですよっていうのは僕のそれは考えです。で、信頼できる地域ってどうやって作れるかってすぐにできませんからね。みんなで顔見知りになり、名前を覚え、挨拶ができるようになって、一緒に作業してみて、そういうふうにじっくり時間がかかるんですよね。だからそういう信頼できる関係性を作っていかないとね、なんて言って、で、面白い、まあ、そういう難しい話もあるんですけど、これって子供やってきて、この子はね、このワークショップをやってる時には親方って呼ばれてて、すごいんですよ。このね、職人さんについて回って、この池作り、これ僕の呼んできた職人さんなんですけどね、このね、池作りをね、真剣に、誰よりも真剣に覚えて、親方って呼ばれて、そうです。で、ね、他の子たちもこういう仕様みたいに、左上の写真は穂垣といって、竹林保全の人たちがいるので、彼女たちがこう、こうやって作ったら、こういう感じでは僕が提供してます。で、穂垣っていうのは、葛城地区にあるようなものですからね、立派なものです。ただ、今はあんまりこう手間がかかるし、お金もかかるからやらないんだけど、穂垣をこう彼女たちが集めてきて、やったらね、簡単できるんですよ。雰囲気のいいものが。みたいなことをやったり、みんなでこういう。で、こうやってみんなでご飯食べて、大体こんな説明しませんね、建築はこうであってだって。でもみんな縁側だから使い方すぐ分かるんですよね。横に並んで、ご飯。で、これが出来上がった建物です。52軒の縁側と言ってるので、実は52軒ないんですけど、42軒しかないんだけど、コストの関係で縮まりました。でも縮まってもあんまり問題ないんです。で、こういう建物を作りました。これ池があるっていうのもすごいですよね。そう、池はね、僕はその、彼らが集まってくる様っていうのが、近代より前のこう人の集まり方なんではないかというふうに捉えています。なので、こうちょっと懐かしい、例えば桂離宮とか、鎌倉の近代美術館のようなこう日本らしい景観というのを少し作っていこうかというつもりで、まあ、やってるんですけどね。こういうものを、でも先生はこれ理解が、ね、ないとこういうのはよくね、言われるんですけどね、こういうところにみんな柵とかしちゃいますよね。でもこの人たちは全然です。むしろ先生とかいるじゃないですか。そう、ね、このプロジェクトで大きく違うことっていうのは、安心安全ということがあんまないですよね。自己責任だと、基本的には。で、あんまり先回りするっていうのを良いことだというふうに思ってない人たちです。で、そこはね、もう会ってすぐお互い共有できたものなので、いいじゃんこれって、もう誰も文句言う人いません。で、なんでそういう危険なことを子どもたちに許せないのかっていうことが、
自分の親子を誰かが見てもらうなんてっていう、そういうなんか環境にどん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 なっていくんだとすると、その一番最初にある環境はそれを作らないってことは大事だと思います。子供の時から慣れるとかそういう中で育つっていうことがとにかく大事で、建築は何やるかというと環境なので、環境を知らないうちに教育します。入っちゃダメっていう柵があったら、押した時にはこの柵が悪いって言いますから、そういうものはあのやっていかないようにしようっていうふうに、ね、進めていってます。こういう長い建物になっていて、一番右のところには離れになっているお風呂があって、まあ、銭湯みたいな使い方があったり、ちょっと離れがあって座敷があって、真ん中があのデイサービスです。で、左の方にはあのカフェがあって、カフェとか工房というものがあって、で、これが横一列に長い建物なので、いろんなところから今オレンジの線、ピンクの線、グリーンの線、これはあの利用者さんだったりスタッフさんだったり地域の人だったり、いろんな人たちが入ってくるというような建物にしています。で、大体ここにはセキュリティという概念がこの人たちありませんから、これもなんか昔の日本たちもセキュリティあんまり厳しくないないです。で、あえてね、さっきの徘徊の問題もしてね、で、あの認知症になれば徘徊という問題が出てくるので、普通はまあ閉じ込めでしょう。まあ、ここはあのこの古い古民家があるんですけど、そこは寝、ね、泊まりをする、小規模多機能っていう宿泊機能がつくんですけど、まあ、そこはね、さすがに夜は閉じるんですけど、普段どっかへ来ちゃってる時はスタッフさんついてて回ってます。で、それもないとなかなか成立しないことであるし、セキュリティがあるから当然入ってこれませんよね、地域の人たちが普通に。でもここはあの入ってこれると。で、もし出てっちゃったら、ちょっとちょっとってみんな追っかけてってるんですよ。これがね、もう本当にすごいことだと。まあ、敷地も広いからそれも可能ですよね。そうですね。それでもね、出てっちゃうし、出てっちゃうし。でもみんな追っかけてるんです。そういうおおらかな施設ですね、なんかね。都市部は本当もう、救急っていうか、もう安全性第一でもう、密閉になっちゃって、どうしても。まあ、あの田舎っていうことも、これね、千葉県の八千代市なので、そこそこ都会といえば都会なんですけど、まあ、あのどっちかというと山の中にあるので、それでもね、割とあのいわゆる地域からはすごく近いところでありますから、あの割とあの、まあ、おおらかといえばおおらかだし、でも別にすごく人がいない場所では全くないので、ある種それはあの彼らの持っているそういう、こう人間との付き合い方みたいなことだと思います。で、こういう、みんなでも入れるし、一人でも入れる場所というのを作っていこうと。で、これが日常的な、あの左の方にあのデイサービスのおばあちゃんたちが座っていて、右の方にはあの遊びに来た子どもたちがいるという、まあ、これを、まあ、日常の風景で、言ったらね、当たり前なんですけど、でもこれがね、福祉施設って当たり前じゃないし、あの何が嫌か。福祉施設に入って何が嫌かって、日常がパツッと終わっちゃうことですよね。日常がなくなる、非日常だと言い換えれば、それがね、とても苦しい言葉だと思ったので、まあ、日常がある風景、ただこれって難しいですよね。難しいですよね、で、こういう、まあ、こういう店先みたいな場所を作る、多分気持ちいいだろうね、これね、利用者はね、みんなね、自由です。あとはね、交流とかっていうよりもいるとか見守るとかっていう関係性に、していこうかとか、まあ、そういう、これがね、結構いいですよ。あの別に僕は高齢者のためだけにやるというよりかは、あのカフェにあるこれ階段なんですけど、踊り場を大きくしてるんですよね。で、池の上にこう跳ね出たあの川底みたいなのを作るんですけど、そうするとね、あのあれはお姉ちゃんとか女の子と男の子なんですけどね、デートするんですよ手つないでるかわかんないけど、ちょっとこっそり写真を撮りました。で、子供たちも割とロマンチックだから、こういう場所あった方がいいし、まあ、そういう場所をいろんなふうに作っていきます。例えば、さまざまな場所を作るんだけど、まあ、こんなことをしました。で、次の話にしちゃいますけど、あのこれは沖縄でレストランをやったんですね。これはもうずいぶん前です、10年くらい前。で、沖縄に行くと、あのこうあのクライアントはあのレストランのオーナーだったんですけど、
漁民の子孫なんですって。おばあちゃんが漁民。漁民。漁民。それでね、マーケットがあるんですけど、ほとんど閉じちゃってるんですよね。あの、皆さんご存知のように沖縄はあの肉食の文化ですから、お魚あんまり食べなくなっちゃって、どんどんこういうマーケットが閉じちゃってるのがすごく嫌だと。でも、なんか それもね、素晴らしいなと。で、あ、これ今度はずっとあの昔からの、今これ、縁側だけ一番新しいのを紹介して、あとはずっと時系列に流してるっていうのが、だから僕は最初に、あ、建築の仕事ってもしかしたらすごくあの意義があるかもって思ったのがこのプロジェクトからなんですよ。そのデザインをするとか、建築を作っていくっていうのはもちろん、うん、すごく面白いことだし創造的なことだとは思っていながらも、それにどういう意味があるのかってよく分からなかったんですよね。今は分かってないところがありますけど、でもこのプロジェクトに出会って、あ、建築ってもしかしたらこういうことだ素晴らしいかもと思ったきっかけになるのがこのプロジェクトでした、うん、でこれがあの沖縄なのでこういうレストランなんですが、あの琉球石灰岩というものがすぐ取れるので、これをねみんなで積んでもらったんですよ。でこのオーナーはそういう漁民文化を継承したいっていうから、すごいすごいですねって、そういうのって。で そういう思いのある人に、僕は東京でやってたから、何かね最初に言われたのは、かっこいいレストラン作ってくださいって言われて、まあそういうことですね、あの一応デザイナーっていうかね、かっこいいの作ってくださいって言われて、東京の事務所で当時は下北沢でこう建築を練るんですけど、かっこいいできたなって思って、これをね模型持って沖縄に行ってプレゼンテーションするっていうのが、なんかねすごい変な気持ちになったんですよ。だって彼らの文脈を何も知らない僕らがね、これかっこいいですどうぞってプレゼントするのは、なんか僕の感性ではちょっと違うなと思って思ったんですよね。でその時にあのいろんなこう話をしていくと、まあ、僕は当然建築の設計とかこうスケッチを描いたりこうだねあだねって言ったら、あ、このアイディアは自分たちのおじいちゃんとおばあちゃんが漁場を作ったやり方だっていうふうに、このあのあそこの帽子かぶっていうのが大事ですけど、あ、これは自分たちも石積んでやりたいって彼らが言い出しちゃうわけで、そしたら、まあ、プロデューサーの人たちがいて、人集められるって言ったら、もうすぐ集められるって言っていっぱい集まってきて、みんなで積んでくれるんですよ。これ不思議だなと思いました。でみんながね、でも大変なんですよ、石積むって、こういうブギー石を買ってきて、ちょっと分かっていいんですか、それは。それね、職人さんにちゃんと指導してもらうんですけど、やってやれないことないんですよ。それは僕らちゃんと調べて、こういう方法があって、あの首里城みたいなね、相方積みっていうんですけど、あれはね、職人技がいるんですが、これ、モズラザス積みといって、もう昔の集落、文字通り、そうそう、モズラザス積み、積めばいいんですよ。ただね、体力使っていけるっていうんで、体力がいるんです。体力と人手がいるんですよ。だから現代ではできないんだけど、人手がいればできる。でも琉球石灰なんてめっちゃ高いとかって言われて、高いんですけど掘ったら出んじゃないですかと思って、でもそれは人工がかかるんです、単価が。で単価もあの白しか残さないんですって沖縄。ベージュはみんな嫌うから流通させないんだっつって。ベージュ嫌うんですか。ビュージュ切らんですって。だからあんまり流通してないのに、結局はベージュが欲しかったから、そしたらすごい単価が安いし、じゃあ人工はって言ったら集められるみたいですって言ったら、すごく単価が下がるんですね。でもまあそうやってやるとみんな力を合わせるとできるっていうのは、すごく不思議なことだと思ったし、これは建築って面白い、建築の行為っていうのはすごく面白いことだと思ったんです。でね、ある人がこれ見ると、もうピラミッドを作るのと一緒じゃないって言われる時もあるんですけど、でも僕はこれ作れって言ってるんじゃなくて、みんなが作りたいって言ってるってことがすごく大事だと思ってあのやりました。で、中の部分にやって、これをやって、これは僕の仕事になるんですけど、大事なのはこちらなんですよね。あのいつも思うんですけどね、建築の設計者っていつも竣工した建物のそばにいつもいなくて、で雑誌にはこうテキストがありますかね、まあ、読む人は読めばいいんだけど、使う人はほとんど使い方とか背景を分かっ
ないですよね。でもこの人たち自分で住んだから、うん、この建物のコンセプト僕よりうまく喋れるんですよ。ただね、ここでみんなで塾やって、うん、もう今ね、繁盛店になってしまって、うん、もうこういう余裕ないんだと思うんですけど、結構建築誌に、建築雑誌に書いてるその建築家の文章ってもう本当ゴリゴリで、あんまあ、作品と乖離しているようにしか見えないケースもありますよね、実際。あんまりこれ、チェックないこと言いたいけど。終わって喋ってると何だって言いますか。ちょっとね、早回しに言いますね、はい。今度はね、子供の施設なんですけど、まあ、こういうすごくいい斜面の敷地が与えられますから、まあ、いい敷地だなと思って。で、斜面に立ちますから、こういう段々になるんですよ。で、こう1段目が5歳、4歳、3歳。っていう風になって、1、2、3は区画しなくちゃいけないので、上のお部屋があるんだけど、階段状のところが保育室になっています。で、こう風がこう斜面に立つと、まあ、南から吹いて北に抜けるんですよ、ここ。なので、こうあんまり空調がつかないようになっていたり、屋根が一番、ね、板金の屋根がかかりますから、椅子を組み上げて、スプリングラーでこう回して、屋根面冷却をして、そのまま屋根から流れて、落ちる。で、雨戸をつけるとここは樹木がいっぱいあるのですぐ詰まっちゃうので雨戸をつけませんでした。で、つけなくてよくて、下にジャブジャブ池を持ってそこにこうフレッシュな水を落とし、それが入ってくる水を気化冷却して涼しい風を促していこうという計画です、夏は。で、冬場はエアコンつけるんですけど、明るくなった空気は明るくないんですね。ずっとサーキュレーションして空気を循環させるような計画です。まあ、これはこうやって今建築の話をしました。で、これが内観の写真なんですけど、一段が大体こういう高さ、70センチくらいで、これ危ないとか、もう本当にね、いろいろ言われました。でもね、子供たちは、ね、楽しそうです。で、僕は頑張れば上がれるくらいの段差を設けて、上と下で行き来できるようになっています。で、これどういうことかというと、下の段もお兄ちゃんで、上の段が年の若い子たちなんですね。下の子たちが上の子たちが何やってるか見れるようになってるとか、そうすると割と、お兄ちゃんたちが張り切るみたいな。それから階段がこれ長くて大変なのはね、親御さんなんですよ。いちいち降りてねこうやって食い届けなきゃいけないんだけど、子供たちがこんなメイトがすごく長くてすごく楽しそう。で、これ夏場のシーンですけど、バーッと雨が、やっぱり木があるから楽しいですよ。そうなんですよ。それで盛り上がるんですね。これ雪があってね、で、僕はこの写真がとても好きなんだけど、うわーってなんか想像してたんですが、遊び疲れた子供がこれ黄昏をこうしみじみと、ね、これ素敵だ。子供たちの時にもこういう感性があるんだっていうのは、当然こんなこと考えて設計なんかしないし、考えて設計してたとしたらこうはならないんですよね。で、これも面白いことだと思いました。それにいつも思いますが、こう建築のプロジェクトの会議に子供なんていないですよね。保育士さんが理事長か決裁者かいない。子供たちの声をどうやって反映させるんだって思うんです。例えばさっきの旦那さんはすごく抵抗に合いますよね。保育士さんたちからしたら危ない私たちの目を離した隙に落ちたらどうするのか、それから空調の問題、熱中症になったらどうするんですか、効かなかったらどうする、そういうことばっかり聞かれます。で、僕は意地悪で保育士さんに、じゃあいつ空調ってつけたりするんですかって意地悪な質問をすると、それは私がついてるんですって言うから、いやそれは違うと思うんだよ、プロなのにそういうこと言うから、こっちも頭きて、それは違う、子供のタイムと先生のタイム全然違いますよ。で彼女は分かってないって言ったら、またそれで怒られて喧嘩をするんだけど、でも何が言いたいかって、僕とその運営者が仲が悪くなるということよりも、その会議体の中に子どもたちがいないっていうことなんですよ。もう一つさっきの高齢者のことも、病院の設計の中に先生と看護師さんいるけど、病人、患者のね、利用者いませんよね。いませんよね。それがね、一番問題っていうか、いいその空間が生まれないこと。これは誰でも分かりますよ。欲しいものを欲しいって言えないんだから、その代わりにやるのは、まあ、僕ら設計する人間がそれをやるんだろうというふうに思って、特に病院なんかはね、本当あれですよね、委員会とかあって、ね、そういうゴリゴリでやってるだけで
ユーザーの声なんかあんま入りませんよね、あれね。本当に入らない。だからまあその代弁者として設計者がいるっていうことかなと思います。だんだんね、時間がなくなって、ちょっとね、飛ばしてますよね。多少ね、ついて。今度は視覚障害者のスペースです。ちょっとね、午後これ説明しづらいので、プラント側が動画を作ったので、ちょっと見てください。これ、神戸にあるビジョンパークという視覚障害者の就労支援施設です。病院のエントランスホール。医療っていうのがこの10年で本当にガラッと変わると思っていて、病気だけ出ても駄目な時代になるんじゃないかな。患者さん全体をケアするっていう医療に変わっていくと思っているので、医療と福祉が合体することによって、医療も新しくなる。視覚障害の人って気持ちによって生活が全然違うということに気づいたんですね。病院っていうと、ともすると行きたくない場所、必要がないと絶対行かない場所なんですけども、そうじゃなくて、また行きたくなる楽しい場所、病院に用事のない人も来れるようなところを作りたいなと思いました。後ろにあるクライミングウォール、これ何のためにあるんですかってよく聞かれます。大人の方だけではなくて子供さんもいらっしゃらなくて、実はその時にたまたま一緒だったのは連合の方でした。子供って素直なので子供ストレスに先生に先生目見えないのって聞かれて、うん、そうだよって答えて、そっか、見えないからでもできるんだって、子供の中にすごくストンと落ちたんでしょうね。見えないからできないっていう概念ではなくて、見えなくてもできるんだっていうその場所が当たりにくそうじゃないかなっていうふうに思ってます。ここに集ってくる人声が聞こえてきます。例えば子供さんがビジョンパークの中を、まあ、楽しそうな声を出しながら駆け回ってるんですね。それをおばあちゃんが後ろから追いかけながら、私の近くの視覚障害の外に出ていろんな声をかけてくださる方がいるんだけど、ビジョンパークの中に来られる方、見えないことについて全く知らない方もここに来られて、私の例えばこのコーヒーを入れる、お湯を入れる一つの姿を見られて、こんなこともできるんだっていうのを多分感じられて、それがまあ社会に強く発信していくというきっかけを作る場というのをですね、心の中にいてやはり意識するようになりました。一番の治療薬は元気な患者さんに会うことだっていうのがあったんです。でそれが、この空間ではよく会える。とにかく、当事者の方のパワーはすごい。彼らが元気な時期に生む発想力だとかアイデア、やはりその本人たちしか持っていないものなんです。人が混ざることでどんどんパークが変化していって、ここでさまざまな気づきや学びを得ながら一つの音楽を作る、そんなような空間がここでできていったらいいなと思っています。パークに来た人だけが成長できるのではなくて、来てない方たちにも情報が発信できる、誰もがこのパークをしているっていうような、みんなの希望になれる情報にこのパーク自体がなれたらいいんじゃないかなと思っています。すみません、ありがとうございました。今見ていただいたのはビジョンパークといって視覚障害の人の就労支援なので、ちょっと説明が難しいんですが、あれは理化学研究所を再生医療の方たちがやっていて、さっき一番最初に映っていた喋っていたのが高橋正夫先生という方が、フォーブス何人の人なんですよ。で彼女がうちの事務所に訪ねてきた時には、うん、彼女は20年くらい再生医療の研究の最先端をやっていて、で自分の20年にやった再生医療の一番の成果というのは、全盲の人の、再生をして弱視まで、することができるんだそうです。それでもその患者さんというのは亡くなってしまった、自殺しちゃうんだということを彼女は言っていました。そういうことなんですか。うん、それどうしてそうなっちゃうんですか。絶望ですね。要するに弱視まで回復しても社会生活を送れないっていう、そういうことですよね。だから弱視の人たちがちゃんと社会復帰できるようなことが必要だった。つまりさっき彼女が言ってたのは、医療と福祉が合わさったものじゃないと人の命は救えないんだということを彼女はさっき言ってたんですね。そういうシリアスなものがあるんだ。でそれを自分たちの病院のエントランスホールにまた作っていきたいっていう、彼女の夢ですよ。それを聞いて、でもそれ建築というか空間が必要なんでしょうかというと、彼女は空間が必要ですっていうふうに答えたら、何かしなきゃって思ったんです。 でもそれってすごく難しいことだからどうしていいのか分からないけど、この絵は
スーラの、まあ、有名な絵ですけど、これはある種皇居の姿かなって僕は理解をして、これね、みんなでいるんだけど、みんながこう泉の方を見ているでしょ、でみんなでいるんだけど一人でいるっていう、まあ、これは建築家のマッチさんがおっしゃったことだし、僕はこの時に近畿大学の鈴木武先生、イカタの研究をやっている方なんですけど、その先生からいろいろ教えていただいて、一人でいるんだけどみんなでいれる環境ってきっとね、人間が生きていかないと必要だからっていう、そういうヒントをいただきました。で鈴木先生からいくつか、これはもう皆さんご存知のスパイラルのエスプラナード、これ都市で、ね、過ごすことの豊かさを語ってますよね。ここから人間のこう道行く人をこう一人のこのチェアから眺める豊かさがありますよっていうことをマキさん言っていたし、鈴木武先生はこれはパレオワイヤー、僕もこの間やったけど、いつもこの風景があるんですよ。この老人種の小出しの下に椅子を持っていって、ここで読書をしている。でそれを、まあ、他者をこう見るんだけど、まあ、鈴木先生の言葉ですが、座ってるだけなのに人の存在が浮かび上がって見える、彼をとても親密に感じる、まあ、鈴木先生は学者でいらっしゃるからちゃんとそういう表現されるけど、すごく簡単に言ったらすごく親しみが持てるっていうことです。こういう後ろ姿を見れる人はこう見守るっていう感覚が気持ちの中に生まれてくるんじゃない。でこういうのもそう、パレロワイヤーの中にはこういう場所がいくつもあって、これを見るとすごくね、僕には幸せなこう風景だなって思えるんですよ。これが他者という幸せの一つ、手がかりだろうって思ったんです。とにかくね、僕はいくつかの施設をやって、一番避けたいなと思ったのは孤独っていうことだと思いました。要するに分断をすることですよね。で基本的に建築っていうのは分断する手立てだから、これを逆のことをやらなきゃいけない。でちょっともう難しい話だよね。こういう場所を作りました。もう一人でいるだけのみんなで自分なりの居場所をとにかく探す。これあれですよ、弱視の方々のスペースなのに、まあ、階段はあるわ、手すりはないので、それはクライアントのリクエストです。要するに外に行ったらもう手すりはないし、展示風呂地区の前には自転車が出されるし、さっき の, 安心安全自己責任の話と近いです。だからここはね、安全に遊べる場所を作っていこうっていう、まあ、そういうねちょっと乱暴なプロジェクトです。まあでもみんなで言うんだけど、でここにはね、さっき言った絶望してる人も中にはいるかもしれない。でも回復してそのクライミングをやる弱視の人もいるんですよ。でもこの人たちを同居させるのっていうのは本当にいいのかと思ったり、だからこれ距離をちゃんと適切にやることが必要だと思ったし、遠くから眺められる時にはもしかしたら勇気をもらえるかもわからないし、でもね、それは分からないことばかりです。で不親切を楽しむと言って計算された危険性がいっぱいあるとか、まあ、僕が、まあ、目が不自由な方とかそういうのやったり、動物園がある場所を作ったり、まあ、それでご紹介したいのはこれなんです。これも一応確かめながら設計をするんですけど、例えばこのステップには全部ルールがあって、トン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 っていうリズムが全部あります。あとは手を伸ばすとこの家具が手すりの代わりになっていて、手を伸ばすとすぐにこうハンドベルがあるっていうような設計をするんですけど、これが本当に大丈夫かどうかっていうのはノックアウトするとチェックをしている時の風景です。でこの人たちはおそらく先生たちはいわゆるこう目の障害を持った方々のスーパースターを呼んできていると思うんですけど、もう全然余裕って感じなんですよ。で僕それ見てもびっくりしたし、とても感動しました。で感動したという言い方よりも、なんていうか、ね、自分の偏見がもう瞬間的になくなった感じです。この人たちすごいっていうか、結構なんかね、あれですよね、自分の中に意外とこう空間把握してるんですよね。把握してる、我々の思う以上ね。そうそう、高橋さんそのおっしゃる通りですよ。右下にさっき映ってた方ですけどね、この人模型を僕ら作って行ってるんだけど、彼が一番最初にちょっと模型持ってきてくれてて、入り口はどこって言って、入り口ここですって言ったら、はい、分かりましたですか、とバーッと触った、はい、大体分かりましたっていう感じです。だ空間の認知はすごい、まあ、分かるんですよね。なんかそう、そんなことをやっていると、でここの施設が本当にうまくいってるかどうかっていうのは僕には分かりませんけれども、でも大切なのはこの人たちってすごいって思う
感覚ですよね。要するにいつまでも嫌なのは偏見があることというか、なんかどう接していいのか分かんないとか、大丈夫って声をかけられないみたいな、これは 何かこうある偏見があるって言って、それがなくなるっていうのはすごくいいことなんだけど、それって難しいことだから、でも人としてすごいっすねって言えることとかね、そういう当たり前な状況を、まあ、なんかここアミューズメントパークみたいなところがあるから、まあ、そんなことができるといいんじゃないか。そのストレスで写真見てもね、本当にそうそう、すごいですよ。で、これを普通の人で、で、これはここにすごく示唆的な話があって、僕はね、ここ3年後に訪れた時に、ここを運営している方々に、教えてもらったことがありました。それは誇らしい話だと言って教えてくれたんですけど、ここのスペースで、転倒事故が、20件あったんですって。どれくらいの話ですよね。なんで誇らしく言うかというと、その中で、4件は視覚障害の方、他の16件は目の見える方、健常者の方が時間が多かったということなんですね。だからそういうものなんですっていうのが、なんかある種すごくその障害というものがちょっとひっくり返った瞬間だったのかなと思います。細かくはいろいろあるんですけど、まあ、そういう視覚障害の施設をやったということで、これ最後になりますが、一番重たいものだと思ってます。ホスピスです。で、ここも視覚障害と同じように、僕の両親は未だに元気にいるし、僕は目は見えるし、認知症にはなったことないし、子供の時はあったから保育、子供の空間というのは何か分からなくないんだけど、自分がなったこともないものを設計できるかっていう、そういうことだと思いました。で、いろんな施設を紹介してもらって、勉強してみるんですけど、どこも息苦しい、で、みんないいと言わない、なんでだろう。だから何か建築のこのプロジェクトの中でできることがあるんだったという思いで取り組むんですけど、まあ、ここに書いた目的はこういうことです。末期がんの患者さんの孤立を軽減していく、まあ、なくすことはできないけど軽減していくことをやってみよう。それから先ほどのデイサービスと一緒です。同じ時期に設計していたこともあるんですけど、日常と地続きになるようなことをやろう。顧問型のホスピスをやろう。で、やってて気づいたことをご紹介したいんですけどね、これ2つ平面図です。右と左にありますよね。そして、真ん中に塗られているのがこれ廊下の部分を示しています。で、廊下、まあ、背骨みたいなところに個室がこうまとわりついている、これ平面図で、これはどちらかが病院でどちらかが監獄のプランなんです。向かって左側が監獄です。右が病院なんですけど、もちろんね、写真を見れば色とかあったり彫りがあったりして全然雰囲気が違うんですけど、空間構成ですよね、は全く一緒だと思います。ですので、普通の人が病院を訪れて心地いいと感じるわけないんですよ。これよく思いますよ、僕も病院 のスライディングドアとか、ね、もう本当ね、インスティチューションですよね。病院にあってほしくないのがずっと続いてますね、建築としては ね本当、なぜこれを、で、もちろんね、急性期とホスピスでは違うから、急性期はね、これであって全然構わないと思うんだけど、で、これはなぜすごく心苦しいというふうに感じたかというと、ある施設を訪れたときに、これはすごく設計に反映さんとしなければいけないと思ったのは、まあ、この肉球患の写真を想像してもらいたいんですけど、一番奥に自分のお父さんが入院されてる。で、娘さんがお父さんにこう顔を見に行こうとするんだけど、途中で胸が詰まる、なんて声をかけていいのかわからないから、そうすると胸がいっぱいになって立ち止まって言葉を考えたり気持ちを整理したりしたいんだけど、ここでね、立ち止まることが許されないんですよ、病院で、廊下って。だから行くか落とすかしかないんです。これは建築の設計者だったらみんなわかりますよ。廊下は立ち止まったら迷惑だ。で、そうするとその方はね、下のラウンジまで降りて気持ちを落ち着かせて、もう一回お父さんがいる。で、それがね、僕はね、建築は過酷だなと思いました。それはね、ちょっと建築はね、残酷すぎますよ、ホスピスでそれをやったらって思いました。
でここもさっきと同じように問題意識ですね。でもし巻き貝になったら病院会自分の家がどっちやられますかというと、みんな自分の家だって言うんですけど、でもね、自分の家って結構大変なんですって。皆さんそれはね、いろんな方いらっしゃるから、あの全てとは言えないけど、家でやっぱり亡くなろうと思うとすごく負担が大きいですよね。でも経験的に分かりました。うちの父が家で亡くなったので。あ、そうですか。いや、そうするとね、最後の瞬間本当に優しくなれるのかっていうのを聞くとね、あのなんかね、僕はね、なんかよく分からなくなっちゃう。あのヒアリングはしててね、苦しいんですよね。ずっと聞くからしんどいですよね、ヒアリングはね。そして、病院に行くと距離が当然生まれますし、まあ、行きたい場所ではないし、だから皆さん家を選ぶんだけど、でも自分の人生こう選択肢がないっていうことがやっぱりおかしいことだなって思いましたので、選択肢をやっぱり作ろうということです。で今回やったのは病院の増築計画 で、ちょっと今日は医療の関係の方でないので、この辺りで飛ばします。あのこの辺り樹木が雑木林のお庭があって、そこの樹木を残すようにこの個室を配列して、今真ん中にこれ回廊っていうふうに書いてあるんですけれども、まあ、広い廊下ですね。広い廊下でつなげてやる。でこれがあの断面図ですけれども、右の方に病室のこの平屋にしてあるので、高さは自由です。階段の方は天井高さは 2.3m、 奥行きがあるので 2.4 とか 2.5 っていうのはあまりいい寸法だと思わなかったので 2.3 に設定しております。でこの階段というのは通りからこうツル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 つながっていて、奥に行くとどん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 暗いというような場所。でこれがあの庭の中から撮った写真ですけど、あのテラスにはあのベッドを、ね、こう出してお庭に出ていくような場所を作ったり、この手前にいるのがね、実はこれお庭のお手入れをしているんですよ。この写真も使ってくるのも珍しいですよね。庭の人がいるっていう、あんまり写す時普通ちょっとあのどいてくれないか的な感じになるのが多いと思うんですけどね。建築写真としてもこれ人が入ってないとやっぱりちょっと、あの写真としてはよくわかんないから、でもこれはね、こちらのスペックだよね。はい、でこういう当然ね、家族と過ごすあの場所を作ったり、あの多年層、あのこれはね、あのここであの入院される方っていうのは大体ね、1月から2月なんですよ。2月で大体なってます。だからよくあの桜を入れてくださいとかね、もみじ入れてくださいって言うんだけど、そういう季節感はまず。あの設定するというのは無理なので、しかもない方がいいんですね、あんまりね、はっきりとね。そうでも変化があった方がいいので、多年草を入れて、います。それからあの大事なことは、あの患者さんのことばかりではなく、さっきお話ししたように、ご家族とか友人たちにとっても居場所であった方がいいし、あの逃げ場になった方がいいし、まあ、子どもたちにとっては遊び場になったり、病院もここはね、なんか住まいであるべきだから、子どもたちがここでワーワーキャンキャンやってもここでは怒られません。でね、だんだんここに真ん中にせせらぎを設けたんですけど、だんだんトンボがあの、出てきたり、最近ね、カエルが出てきたので、あのカエルが出てきてるっていうのは割と生物の環境としては整っているという。それからね、やっぱりゆっくり過ごすということはすごく大事ですよね。あの訪れた人が、でもちろんナースステーションの人が安心できる場所を作るし、奥の方にいたら一人で静かに過ごせる場所を作る。で道からつながった土間みたいな場所を作ったり、これが、病室の中ですね。あの、まあ、窓が自由に作れるし、高い声が上がったり、窓を開けると多年層の手が伸ばせるような場所があったり、でその先ほど申した回廊といっているのはいわゆる廊下のことなんですが、そこは立ち止まれる場所であった方がいいし、あのずっと病室にいるのが苦しいですね。だからね、ちょっと出て、あの回廊に出てそばにいてあげるっていうような見守る場所っていうのも必要だし、もう逃げ場ですよ。もうずっと一緒にいると苦しいから、逃げて少しゆっくりできるような場所も必要ですよね。で、まあ、こうやって僕が設計したからここでこういうふうにお話しするんだけど、先ほどと同じように看護師さんたちはそうは言いませんよ。僕と逆なことを言うわけ。それが何かっていうと、
廊下回廊に出る人がまずいるのかっていう問題、それと回廊に出て家族を同居させるっていうのは残酷なことでもあると思います。要するに家族の死を受け入れた人と、受け入れられない人、悲しんでる人と悲しみを乗り越えた人を共存させるのは良くないと思いますっていう。で、僕の考えは、いや、それでも人間は共存すべきだと思いますというようなこちらの考えです。で、それを押し切ったといえば押し切ったし、でもその時には当然距離を取るということが大切だから、それでもやるべきだというふうには思いました。で、これもだいぶ時間が経ったので、もう4年くらい経ちます。で、できた時に分からないことはたくさんあるんですが、先生が生きたように教えてくれたようなメッセンジャーでも送ってくれることを、ちょっと書いてあります。これは患者さんの話です。腸に穴が開いちゃったんだけど、食欲ない人がリビング出て、ご飯食べるようになったとか、ベッドから起き上がれないけど花火見に行きたいって言ってベッドをテラスに出した人もいました。で、椿の花綺麗だから毎日花火を撮ってる患者さんいましたよっていうような、で、これは定量化できないんですよ。で、こう建築学会がこれを定量化して、少し、ホスピスの計画に少し落とし込んだらどうかって話もあるんですけど、ただこれを定量化するというのはまた嘘なんですよね。定量化できない。やっぱり定性ですよね、定量じゃなくてね。そうそうそうです、そうです。本当にそう思います。だからこれをどうやって伝えていっていいのかというのはまだ分かりません。で、さっきの鈴木先生、近畿大学の鈴木先生にこれを見ていただいて、ここは街のようだと。他者がいて変化があって手応えがあったのは鈴木先生の言葉で、悲しんでも良い場所に行け場所だと。で、ここでふと気づくんですよ。悲しんでもいい場所、つまりさっきの看護師さんたちが言った、なんで悲しんでる人と乗り越えた人が同じ部屋にいちゃいけないのかが当たり前ですね。当たり前なんだけど、そういう場所を僕たちが今の現在の都市の中で一つも持ってない。悲しんでもいい場所というのは持ってないんですよ。みんながいるところで。でもそれは、そう、豊かではないんですよ。本当は悲しんでもいい場所というのはあった方がいいんです。この話になったときに、ご遺体をね、出す話があったんですよ。これも本当にね、難しい話だと思ったんですけれど、ご遺体を出すのは、回廊を通りますから。あれはね、反対の基本は、あそこ通してくれるななんですよ。そんな残酷なことしたらね、明日は自分だと思って悲しみが恐怖が大きくなるんだから、それをやめるべきだっていうのがもうほとんどです。だからその時に何をするかというと、バックヤードが出すんですよ。これね、多くのホスピスバックヤードなんですよ。で、さっき見ていただいたプラン、ちょっとしか映らなかったけど、増築の計画ですからね、バックヤードってどこかってゴミの搬入口と一緒だから、それはね、あまりにも切ないと思いますよ。で、僕ら計画者がやるのは、やっぱ表から出してもいいように、前に要するに霊柩車を止められる場所を作っておくということが、今僕ら設計者にやらなきゃいけないことなんですよね。でも大事なことは、もちろん それは計画としては重要なんだけど、なんで表からご遺体を出せないかっていうことをよく考えた方がいいなって思いました。それは悲しんだらいけない、悲しみは伝えちゃいけないと思ってる。でもそれってって思いました。それで僕今早稲田でも教えてるんだけど、早稲田の中谷先生が僕にそれで教えてくれたんですよ。これは古い昔の民家の写真です。で、右側に皆さんが左側の方にプランと写真があって、この奥に神棚があって、この奥に手札って書いてあるのが分かりますが、これはね、南都のことです。で、中谷先生は日本の古い民家を調査して回して、ね、やられてるから、まあ、専門家なんだけど、その中谷先生が、ここにちょっと参照してあります。器物を収納する難度っていうのは、同時に産室とか、赤ちゃんの産む場所だったり、寝床だったり、生の営みの場所、そして死の場所として、用いられてたそうです。要するに日本の民家っていうのは基本的にこういう田植えプランで障子で仕切られているので、プライバシーがない住居形式でしたよね。ですから必ず手札という難度がそこにあって、セックスをしたり、お産をしたり、
亡くなるときには必ずその手を台という場所を使っていました。そういうのあったんですね。いわゆるプライベートな場所なんですよ。中谷先生が気づいたのは、調査すると中に入っていくときにもちょっと奥さんは嫌な顔をして、まあどうぞと言うんだけど、手台を調べるときには本当に嫌な顔をして追い出されるっていう、それがあの気づきになったということでした。で、中谷先生によると、あの続きがあって、現代の生活においては人と生と死というのを家から追い出してしまったんですよっていうふうに中谷先生はあの考察をされているんですが、これは何を言っているかというと、建築の中に昔は生と死があったので、自分たちは、まあ、生はいいんですけど、死をどん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 遠ざけてますよね。で、人間は当たり前だけど怖いものは遠ざけるんだけど、遠ざけすぎると訪れた時が本当に怖いから、なのであの建築がそれを形作ってしまうと、ホスピスはいつまでも死ぬのが怖い感じになりますよね。で、それを建築家は、設計者はどちら作るのか。で、環境を作る以上は、建築はでも僕は最後の捨て台詞というか決め台詞なんだけど、建築作った60年から80年はこの形を変えることはできませんよって建築はそれくらい持ちますから。で、その時に人間の視点があって変わった可能性があるんですよね。その時に建築はその変わった視点感には答えることはできないので、今はその視点感が変わってもいいようにこの環境を作っておくべきだというのが僕の考えていることです。なので、いつも死を遠ざけるような建築の形を作ったらいつまでも怖いので、いつかは悲しんでもいい場所になるように建築は作っておくべきだと思っていますというのが、皆さんで合意していただくためには必要なことだということです。あ、怖いですね、これね。あの、そういうある種建築の、やらなきゃいけないことを、逆に建築を作ってしまったがゆえにすごく残酷なものにもなり得るということですよね。さっきの廊下のように生と死を分断しちゃう、ね、空間でねっていうのもありますよね。あの、でも僕一つ聞いた話で、まあ、建築プロデューサーの方で病院の設計に関わった人で、子供とか、子供じゃないな、子供が入院した場合に家族が泊まれる空間を作ったとか、その泣くための部屋みたいなものもあってもいいということを提案して、それを実行された方もいらっしゃいましたね。あの、泣くための部屋を、ね、持ってたんですけど、ね、そうするとすごい泣くための部屋がたくさん欲しいって言い出すからそれも問題ですよね。そうだね。いや、僕はね、いつかこれは自分たちでは当然建築でコントロールできることでは全くないけど、まあ、いつかそれは運用している方々の努力も当然あるし、何年か経った時にはこう人間の死生観が変わっていったら、そういう時にあの大規模なように建築は作っておくべきだというふうな考え方であります。で、これ最後のスライドですけど、あのずっと今日のお話でだんだんホスピスの話は本当にシリアスで本当はちょっと英語もそういう感じで、ビニューと違うね、ビニューは違う感じで、そういうのがあるんですけど、ずっとこう総じてお話ししてきたのは、あの建築の設計者としてはこういうものを思い描きながら建築の設計をしています。つまりさっきあの高橋さんの最初の話につながるかもしれませんが、デザイナー性なんか、ね、姿形をこう整えるだけで本当にいいのかっていうことは当然僕の中にもあります。で、もっと建築っていうのはこう人間の暮らしに近いところであった方がいいし、何しろ長く経っているものだから、何かもっと大切なものがあるはずだっていうふうに、まあ、信じたいんだけど、これがすごく好きなのは、個人の家のはずなのにみんなが手伝いながら屋根を吹き返してるっていうやつなんですよ。で、これそんな昔じゃないんですよ。多分昭和の初期 の新潟あたりの写真があるんじゃないかというのを聞いてるんですけど、 みんなでその協力するとか、なんかみんなで使い合うとか一緒にいるとか、そういう当たり前のことは建築には必ずできることだと信じたいので、こんなことを頭に置いて、で、現代ではそれは今日の話の最後ですけど、おそらく忘れちゃってるんだって思っています。だからそれは建築の行為を通じてみんなが思い出せればいいなって
思いながら建築の設計をしているというので、これでちょっと終わりにしたいんですが、はい、その面白い話で、深い話でした。ここにちょっと前半ちょっと休憩に入らせていただいて、まあ、ちょっと15分ぐらいドリンク車交換を経て、また後で交換を入っていきます。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。じゃあ一応ここで休憩ということで。ちょっと後半はですね、僕の予想では山崎さんがちょっと前半とは違う系の作品もいろいろやってられるので、普通の、まあ、オフィスとかその、インテリアの作品を出していただくと思ってたんですけども、ちょっとそれは今回はしないということで、なんかフリートークみたいなのにやりたいということをおっしゃられてたので、ちょっとなんかフリートークみたいなことをやりたいなと思っていますが、フリートークということでお話をするんですけど、どの辺をテーマに、さっき の前半に出した作品に関してですか、例えばそういう、はい、あ、それでいいですか、僕それでね、さっきちょっと言ったんですけどね、まあ、家族も自分も病院によく行くんですけど、この病院は本当にいいなと思ったところってそうそうないんですよね。なんか有名なところでも、まあ、国立のところでもカノピーが異常に高いとか、雨が吹き込むとか、エントランスに入ってもすぐ車椅子を出せないとか、ものすごい、なんかあとね、笑っちゃったのは吹き抜けがあるんですよね、まあ、某有名なところですけど、誰も使わない吹き抜けがあるっていう、ただそこにテーブルがあってベッドを振ってるだけみたいな、ピアノがあっても全然使わないとか、そういうのが、まあ、ほとんどね、これどうなんだろうっていうのがいっぱいあるし、あとさっきの病室の話で言いますと、本当にその番号が振ってあって、さっき山崎さんがおっしゃったように監獄みたいなんですよね。番号が振ってあって、しかも来てる人はその点灯する番号を見て、その番号のところに行くっていう、ナンバーというナンバーっていう番号で、まるでそのマイナンバーじゃないけど、番号で操られて番号のところに行く、で相手のスライディングドアに入ってで、なんかっていう全然人間味がない、本当につらい病院が多いと思うんですよね。どうですか、そこら辺に関しては。なんか人間ないのってありますよね。 でもなんかそれはすごく、まあ、このちょっとね、僕も今ビール飲みましたから大丈夫かと思いますけど、いいと思う。それはね、なんか建築 の領域ではやっぱり近代以降の話ですよね。近代 の話だと思ってるんですけど、僕ね、最初の高橋さんの話がすごいね、やっぱり残るんですけど、まあ、デザイナーって言われるのがね、なんか嫌だとか、そういう方々も確かに増えてきてますよね。それだし、なんかどういうふうに建築の設計していったらいいのかって、みんな悩んでると思うんですけど、まあ、僕はまだ言えたあれではありませんが、なんか今日お話しした内容っていうのは、まずはいいクライアントと出会ってっていうことはあると思います。それ大事ですよね。すごく大事ですよね、うん、で、まあ、もちろんね、それって当たり前のことなんですけど、もう一つあるのは建築の設計を通じての話なんですが、割とね、僕ね、みんながやっぱりいいなって思ってるものがこう出てきてるっていうのは感じるんですよ、うん、なんか啓蒙とかっていうことで、うん、それで大事にしてることは割とこう普通にお話ができることだと思うんですよね。でそういう意味では、もしなんか今日私を聞いてくださった方でこうマイクを渡してなんか言いたいことがあったら、ちょっと言ってもらったら、いいかなって思ってたりするんですけど、何か例えばそのコメントに関して言いたいことがあったとかいたら、自由にですね、手を挙げていただいて発言していただけたらなと思います。せっかくアルコールとかも出てるので、
まあ、ちょっと自由にあんまり働きじゃないですね。そうそう、意見を多分ね、マイクを回してた方がいいと思うんですよ。どうですか、今日のお話は。あの、なんですか、あの普段、まあ、デザイン的な、まあ、かっこいいだとか、そういった表層的な部分の捉え方しか知ってないようなところに、まあ、現実の生活、生きているっていうところの根底の部分でのデザインっていうところの仕事をされてるっていうところが、まあ、ちょっと変わった切り口といいますか、まあ、そういう仕事をされてる方も多々いらっしゃると思うんですけども、まあ、大事な部分だなと思いまして、で、まあ、そういった部分がもっとその広く認知されて、デザイン業界もっとそういった広い幅広い部分での取り込みというか、関わりを持つようなことができたら、すごくいい世の中になっていくのかなっていうところは思いました。まさにおっしゃる通りですよね。本当こういう、まあ、ニッチなマーケットじゃ なあってもニッチと言っちゃいけないような感じがするんだよね。もっともっとデザインが入って、まあ、いい意味でのデザインが入っていった方がいいんじゃないかなと僕は思います。結構ゴージャスなデザインで有名な森田さんとか、森田康道さんなんかは、僕はお葬式とか、なんかそういうのもゴージャスにやりたいとか言ってましたね。そういう考えがあってもいいと思うんです。そういうのも好きな人もいますし、ただ単に暗く静かなものばっかりじゃなくたっていいわけですし、その赤かもそのデキシーランドのジャズでね、遺体を置く振り身みたいに、いろんな形があってもいいと思うし、またそのインテリアデザイナーの町田博さんと話した時も、町田さんが言ってたのは、とにかくそういう介護施設とかの色が暗いと、色が全然ないし楽しくないっておっしゃってたんですよね。で、町田さんはそのいろんな印象派とかの名画をアレンジしたものを椅子のファブリックにしたりとか、部屋に置きたいとか、そういうのをおっしゃってまして、なんかとにかく明るくしたいなっておっしゃってましたよね。で、さっき山崎さんもおっしゃったように、こうあるべきばっかり考えてると、それはちょっと堅苦しくなっちゃいますよね。面白くないし、なんかその中で、まあ、スティルタイプっていうか、まあ、本当にありがちなものに終わってしまって、死を見せない、まあ、悲しみを隠すみたいなことばっかり考えてて、ちょっと面白いと思うんですけどね。どうでしょうね、その辺については。ちょっとお話ちょっと変わりますけど、もう一点よろしいですか。はい、地方のお仕事が多いっていう話されてたんですけども、そういったホスピタルとかそういった関係のお仕事っていうのは、その都心でやるものとその地方でやっていくっていう部分ではなんか大きく違ってくるものがあるのかなっていう。違いますよ、それきっと。いや、それこれ専門だ。都心部では当然ね、あれですよ、活発ですよ、やっぱりね。そういうものはタブーですから。だって例えばうちの近所で問題があったんですけど、まあ、住宅街にそういう場所、まあ、なんていうのかな、遺体の好きなところを作るっていう話があったら全員大反対ですからね、当然ですけど。これ都市部はそういうタブー度が嫌がらっていうか、拒否権がすごく多いですよね、やっぱり。今日お話ししたホスピスは、新富士なんです。新富士というのは、静岡県の富士市です。だから田舎というのは田舎なんだけど、市街から少し、まあ、離れたところではありますけどね、まあ、ゆったりとした場所ではあります。それで、なんか今のご質問は、なんていうんだろうな、すべてのプロジェクトに共通なんですけど、まあ、場所はね、いろいろあると思うし、監修とか、なんかいろいろあるんですけど、まあ、僕はね、割とついてるだと思うんですけどね、もう、クライアントがね、もうなんかね、もうその場をすでになんか作ってる感じ。ホスピスの、あそこは川村病院という、もう、何年なんだろう、先々代からの地域医療をやってるところなんですよね。でね、地域医療の一番最後はホスピスだって思ってたみたいな。だから最後
かっていうのがあったので、もうねあの辺りにみんな川村純さんはあってみんな知ってるところです。やっぱねそういうのっていうのはすごくねこうちゃんと地ならしがされているっていう状況があるなって思ってるんですよね。あとね一番最初にお話ししたデイサービスっていうのも僕ね一番最初にあの建築でってお話ししたのはあの沖縄の仕事だったんですけど、その前っていろんなところに呼ばれてなんかね地域の人とすごく話をしたり、行政が入って大学が入ってみんなでねワークショップやってこの街どうしてたらいいのかとかってやって、ね、みんな仲悪かったりしてるんですよ。それで建築計画に行くまでに、まあ、補助金取れなくて出し切れちゃってあいつがどうだこいつがどうだってみんなで仲悪い人がすごいたくさんあって、ああ本当街づくりの人たちって大変だって思ってあんた建築運動までやっぱ行かないもんだなって思ったんですよ。ところがねあのその沖縄のプロジェクトがすごいなって思ったのは、そんなこと言わなかったって当たり前じゃんっていうあの人たちしかいない。だからこんなのやってなんて最高じゃないですか、面白いですね、やりましょうみたいな。今までやってたね地域の人たちのなんかいさこさんって何だったんだろうと思って、僕はね建築の設計だけやればよかった、あいいんだなって思ったんですよ。だからね建築作る前にそうやってみんながあのどういう地域にしてたらいいかとかね、これやだあれやだとかっていうところはやっぱ難しいんだなと思ったんですけど、ねなぜかそういうこう言葉があんまり良くないけど地ならしが済んだものがこう来てるっていう感じがしてて、それはねすごくね、でもね そこから先がねやっぱり建築の設計の仕事かなと思って、よりみんながはっきり分かるとかね、とかねそういうことかなと思ってます。なんかね学校はよく分かんないけど、でもプロジェクトっていうのはそういう性質のものかなって思ってるから、仕事はねなんかすごい見たことない建築を作ろうかっていうことよりも、なんかこの人たちすごいなと思って、なんでそういうのやるんですかみたいな、こっちがね、なんか思っちゃうくらいの感動しますけど、みんながね、一人一人がね、なんかそういう、自分ごとでね、こうコミュニティを感じてたりすると、それすごいじゃないって思うんですよね。だから僕の仕事、そういう感じがしてます。なんでそれはね、クライアントに巡り合ってるのがいいかっていうこともあるかもしれないですけど、僕ね、今ね、社会がね、そうなってってるんじゃないかと思って、なんかそんな風に思うので、ちょっとね、質問にスタブレットには答えてないかもしれませんけど、そういう風に思ってます。ありがとうございます。他に何かコメントをいただける人が、コメントをね、なんかいただきたい、積極的に手を挙げて。あの本日はありがとうございました。あの設計さんとかデザイナーではなくて、まあ、こういう設備建築設備の営業をさせていただいてるんですけど、まあ、本当に何て言うんですかね、今まで自分が持ってなかった、まあ、観点とか視点からいろいろお話を伺いできて、まあ、こういう D サービスとかあとホスピスって、まあ、自分とは程遠いと思ってたんですけども、まあ、こういう新しい観点でいろいろお話をお伺いできてすごく勉強になりました。で、まあ、新富士のホスピスはあの今は自分3年目なんですけど、1年目の時にちょっとあのホームページであの拝見させていただきまして、まあ、一度あの本社さんにも、まあ、カタログと一緒にまあ商品のご紹介をさせていただいたんですけど、もしねあの今後自分がそういう死後あの、まあ、そういう施設で迎えるとなったら、ぜひあの新富士のホスピスに入れたいと思います。ありがとうございました。若いずっとさっきやろ。あ、おたくさん、JGB の大滝と申します。今日はね、非常に面白いですね。もうまあ今までだとね、高槻って言っても非常にあのデザインという視点が強すぎたんですが、今回はですね全く違いますね。すっごい私どももインテリアだとか建築をやられるんですが、山崎さんは確かチーパークかなんかのご出身ですよね。
千葉でしたっけ。千葉ですね。で、千葉にはどのくらいまでいらっしゃったんですか。高校卒業するあ、その時に何か後悔、あの職業を目指す時の何か原点的なものっていうのはもうその中でこう培われてたものっていうのはあるんでしょうか。いや、なんかいい質問というか、これが、ね、多分、ね、ありがとうございます。中心的な要素かなと思ってたんですよ。なんかそういうのを質問されると嬉しいですね。あの、ちょっと本当に真面目に答えていいですか。結構でございます。ごめんね、それって本当に何も考えてないでここまで来ました。それで、あのもちろん大学に行って、あの建築の勉強をするんですけど、もちろん面白いなと思ってましたけど、自分でどういう職業を選んでどういうふうにやっていくかって本当に不安ないなと思ってたんですよ。で、今でもそう思ってますし、あのもしね、あのうちの事務所でもし方針があるんだとすれば、あのある仕事は全部面白くしてやろうねっていうことだし、なるべく身軽に生きていった方がいいから、もうとにかく今日を一生懸命やるみたいな、すみません、バカバカしいことなんだけど、なんかそれはすごく大事にしてることで、あんまり目標を立てない、うん、あの振り返れば、目標を立てずにやりたいんですよ、うん、いいですか、こんな話で、すごいパーソナルな話なんですけど、それで、あの建築の業界にいるとっていうこともあるかもしれませんけど、なんか僕、そういうのちょっとあんまり、なんていうか、肌に合わないっていうのもちょっとあるし、で目標はもちろんこういうことを今年は頑張ろうとかって思ったりすることもあるんですけど、基本的にはあの今日を一生懸命、やるということくらいしかないですよね。でもあの例えばね、建築の業界に行くとやっぱりプロポーザルに挑戦をして、公共建築をやっていけるように、こう一つずつステップを上がっていくようにやって、将来は美術館をやって、こうちゃんと自分の建築家としてのなんか仕事をやりたいみたいな、全く悪いことでもないし、普通はそういうふうに考えていくんだと思うんですけど、僕はねほとんどそういうふうには思いません。でも何が楽しいかっていうと、例えば本当にどういう仕事が面白くなるかなんて全く分かりませんね。きっと皆さんもそう感じられてる方いっぱいいると思うし、むしろねそういうふうに仕事していきたいんですよ。それで、でも人生って不思議だなと思う、もうお酒入ってるから言いかけてもらって、不思議だなと思うんですけど、一番今日お見せしたものって本当に偶然です。全てこうどういうふうにやってたかというと、何か僕がうちの事務所は宣伝するわけでもないし、何か自分たちのブランディングをどうしていこうなんて発想はまずないし、これから先どういうことをやっていきたいですかって聞かれても、それは僕分かりませんって答えます。でこういう仕事って僕は本当にラッキーだと思うんですけど、本当に偶然だと思って、で福祉とか医療とかっていうのもたまたまだし、でも必ず紹介してくれる人がいますから、うん、あのまあ、偶然ではないんだろうというふうには思うんですけど、でも僕がね今本当に大切にしていることっていうのは、社会って本当成熟してるんだなと思ってるんですよ。で建築家が偉いなんてちっとも思わないし、その地域に入っていくとすごいことしてる人たちがいっぱいいるんですよね。でもね、みんな繋がってないんですよ。だから建築が必要なんだって思うようになりました。だからそれはね、こういうふうに今その合意形成をどういうふうにしていったら社会が良くなるとかっていうことすら思いません。だって言ったらね、昔は本当に一人ぼっちだと思って、もっとこのプロジェクト良くなるのに、なんでみんな協力してくれないのって30代の時には思ってましたけど、まあ、僕のもう年取っていったっていうのもあるかもしれないですが、行ったらね、もうすでにそういうさっきお話ししたようにこう地話がされて、でも最後形がどうしていいか分かんないとか、自分たちはこういうのを持ってるのに何て言ったらいいのか分かんない、そういう感じなんですよ。でそれってすごい面白いことだなと思って、でむしろ建築を作った後になんでみんながこういうことを求めてたのかって、今日お話ししたことって作ってる時にはほとんど考えてませんから、なんでこれってこんないいプロジェクトになったんだろうっていうふうに後から思うと、こういうことだったんじゃないかとか、今使われてる状態を見るとみんなやっぱこういうものが欲しかったんだって事実として思うんですよ。
でもね、それがね、すごいあのことだなと思ってます。それがね、なんかずっと続いているような気がしてて、あのよく、ちょっとあんまりいい話じゃないかもしれませんけど、建築雑誌に、掲載されるときって宣言しなさいなんですよね。で、僕ね、建築なんてできたすぐにこれはこういうものなんだって言えることがそもそもおかしい。それは設計者の傲慢な姿勢ですよ。で、これを見ると僕ね、ホスピスなんかほんと3年くらい経ってね、ようやく分かってきました。あのデイサービスのことをまだね、語るにはちょっと早いって思ってたり、よく分かんないです。でも僕の話聞いてて皆さん、あ、なんかこう辻褄が合ってるっていうには全く感じてないと思うんですけど、大体思ったことを喋ってるんです。まだ感じたことしか喋っていません。で、どういうプロセスでどういうふうに計画をしていったのかって聞かれると一番困るんですよ。いい加減にやってますから。でも感覚でやってるんです。で、その時のなんか持ってる熱だけは感じるんですね。こういうふうになりたいっていうのはよく瞬間的に分かります。だからそれはすぐ形になるんだけど、それが何だったのか説明しろ説明しろって言われてもよく分かりませんよって思うんです。でも5年くらい経つと何となく分かって、あ、つまりこの建築っていうのはこういうことをしたのかもしれないし、こういうことが起こってるんだったらこういうことだったかもしれないし、でもそれって本当だと思うんですよね。多分建築とかデザインとかっていうのはそういうもののような気がします。僕はそれがあの自分の生業にしてるから、自分の人生もそういう風になっちゃってる気がする。あとからお前いきなり感じる経験は出せないでしょ。そんなのね、出せない。よくね、大学生が僕に質問するんですけど、いや結婚どうしたんですかってで、つまりね、それって何かっていうと、どうしたら僕の心に対すると、山口さんはあんまり大したことしてるとは思いませんみたいなその通りです。あんま大したことしてるとは思いません。むしろだって僕はコンセプトを立てるわけでもないし、むしろ彼らが持ってるものをきっとこっちに行きたいっていうふうに、まあ、言葉に直したり形にしてる、まあ、翻訳してるようなものですけど、いや、それはやっぱり山口さんがすごいんじゃなくてクライアントがすごいだと思います。その通りです、その通りです。でもそうするとその次の質問というのは、どうしたらそういう素晴らしいクライアントに出会うことができるんでしょうかという質問が大学生くらいから飛んでくるんですよね。そんなことを聞かれたって、それはあのどうしたら一生添い遂げる女性と出会えるんですかっていう質問に近いそうですよね。で、その時にじゃあマッチングアプリでやるっていうのは、僕はそういう事務所の方針は打ち出さないし、あの出会えるとみんなでっていうことしかありませんし、むしろ結婚なんていうのは結婚してからどうやって良くしていこうかって考える方がよっぽど幸せなんだ。だってそれは先輩たちの前で社会人の方が早く結婚してゆっくり後悔するのかだからさ、完成形出せないから。そうですよ、作りながら完成形にしていくことですね。そうです、まあ、人生も仕事もそんなもんだし、どこに行ったらいいプランスになるかなんて聞かれてもそれは知らないっていう感じ。でも間違った方向に行くのは分かるんですよね。例えばなんかよく分かんないけど、うちに営業の電話かかってきたら、それは断る。あの3社くらいいるんですけどって言われたら、別に会いたくないですけど大丈夫ですか、そんな断っちゃってって言われたって、そんな、もうそんな人だっても全然いいことないと思うでも出会う時には出会うんだけど、でもそういうふうに社会ってすごく成熟してってるんだと思います。でもそこにどうやって、僕はもうちょっと、もし専門家としてまともなことを言うんだとしたら、そこに専門家がそういう状況に立ってできてないってことだと思うんですよね。おそらくね、もっと僕らは信用できる建築家と話をするときには、社会から建築家は信用されていないってことだと思います。それ結構あるかもしれないです。絶対そう、結構ね、建築に対する不信感高まってると思う。いや、不信感ですよ。それはね、あの震災以降本当に強くなったし、僕らはじゃあ先輩の建築家を見て、まあ、批判とか否定は僕はあんまりするつもりはありませんけど、世の中から建築家の人が信用されてないということは強く感じてます。だから別に僕らは別に友達になってプロジェクトをやるということでもないんだけど、もしエピソードだけ言うんだとすると、さっきの映画のプロジェクトっていうのは、あのゴリラみたいな男ですよ。でも彼はね、
もう6年一緒に付き合ってきて、いろいろね難しいことあったんですよ。アンプロジェクトやろうとすると、どこで止まるかって、銀行がね融資をやっぱり出せないっていう問題があって、いや1億だったらいいけど 1.5 まで出せるって言ってたのに、やっぱりすいません出せませんみたいなので、プロジェクトが止まったり、まあ、いろんな不運が続いたから、まあ、これはねしょうがなかったんだけど、彼はすごくいいことをやろうとしてたんですよね。彼はどういういい男かというとね、単純ですよ。困ってる人いたらね、ほっとけない人なんですね。簡単に言ったら。だからね、頭よくて。でもね、センスは抜群。だから、なんで、せっかくね、建築の設計が出ているし、評価も受けてるのに、なんでこれが進まないんだって、すごく苦しかったんですよ。で、スタッフもね、なんで石井さんこんなことやるのとかって、反対にあって、すごく孤独になってたんだけど、そうすると、ね、夜12時過ぎに僕電話だったんですよ。健太郎さん、ちょっと話したいことがあるんだけど、とかつって、何何どうしたのって言ったら、今から行っていいって。夜、うちの事務所にわざわざ来るんですよ。もうこれはね、恋人だ。夜、もう12時過ぎた事務所にも訪れてきて、なんか不安だとか。でもこういうのは大事だ、ないことは大事だっていう、まあそんなことを、まあ、話をするんだけど、まあそれってなんか不思議ですよね。で、僕らはもう多分、生涯の友達なんだけど、でもなんかそういう感じで仕事してるっていうのはあるような気がします。だから何かすごくこう計画的にやってるっていうのはほとんどゼロだし、でもまあなんかいい出会いがあるし、僕もちょっと質問あるけど、どうぞどうぞ。すいません、さっきのあの、あれなんだけど、建築家を選んだ理由ってのは何ですか？建築家を選んだ理由、選んだつもりはないんですよね。でもいろんな職業があるじゃないですか。職業選ぶのさ、確かにそうですね。なんででしょうね。でもね、僕は絵描くのは好きです。絵描くのは好きだったし、うん、まあそれくらいですよね。でね、あんまり自分で設計事務所をこう自分の名前でやろうって思いながら、なんか過ごしたりきたことないし、結構勝手に。でもやっぱり人間釣りだから、そういう人間関係の中で作られるものの中に、建築家として秩序を作っていく、オーダーを作っていくっていうことは好きなんですよね、きっとね。もうなんかそれもね、分かんないですよ。でもむしろ、なんでこの仕事を選んできたのかっていうふうには思うようになってきました。で、僕は今年47になるんですけど、昔から旅をするのは好きだったっていうのはあるんですよね。で、大学を卒業して、まあ、働いて、自分の事務所をやりだしてからだんだん旅することが少なくなってきて、で大学の時って偉い建築家の人たちがやっぱりこう旅に出てスケッチをするのがすごい大事だったね。よく言うでしょ。で僕ももちろんスケッチするの好きだから旅に出てもスケッチしたりしてたんだけど、まあ、それって何のためにやるのかっていうのは当然分かんなくなったこともあるし、でもね今やってるんですよ、ここ4年くらいで。だんだんそれがね、もうライフワークのようになってきて、不思議だなと思ってます。で今の方が圧倒的に染みるんですよね。で若い時は本当にいろんなものをこうやみくもに見ていくんだけど、今はここを測りに行きたいとか、で測ると昔だったら分かんなかったことが今はすごく染みるようになってきたので、まあ、若い時に行ってても分かんないことがたくさんあるんだけど、なんか今はね、すごくね、染みます。やっぱり時期があるんですよ、ね。時期があるんですよ。時期があるんですよ、きっと。だから分かんないけど、ね。あと若い時ってやっぱ分かんないじゃないですか。分かんないですよ、完全には。全然分かりません。知識が溜まってくるみたいに、経験が溜まってくれば、分かってくるじゃないですか。もう教えてください、そういうの。どうやって生きてっていいのか、分かんない。分からなくて、まあこの調子で生きていけばいいと思ってるんですが。はい。まだね、二つほどし。いいですか。すみません、あんまりやっと金が来とめてる。簡単に言います。私はね、今日山内さんのお話聞いてるとね、建築もできる政治家っていうような言葉は良くないかもしれないんですけれども、政治に興味ありますか。いや政治にはね、もちろん興味ありますよ、興味は興味があります。でも興味は政治家になろうと思ったことはあります。ありません。ありがとうございます。あと一つ。あと一つ。はい。あの
山崎さんは作品がグッドデザイン賞に結構エントリーされて受賞いっぱいされてますよね。あの日々のやつとか、日々のやつもそうでしたっけ、受賞されてるんですよね。違いましたっけ、ちょっと忘れましたけど、なぜグッドデザインにエントリーされたんですか。あの普通のね、建築という方はもうちょっと違うワードだとか何かが多いかもしれないんですけども、私たちの知ってる山崎さんっていうのはやっぱグッドデザインに出てるぞって。確かにあのカテゴリーの中でね、建築だとか環境だとかランドスケープも、あそこは最近アイドルが結構広いんで、まあそういうことでどうしてあそこで山崎さんはあそこにっていうようなのがちょっとお聞きしたい。あ、そうですか。まあ、割と今はあの僕も今年で4年目に、審査員審査員やられてるんですよね、なりますけど、割とグッドデザイン賞は今やっぱり建築家の人たちもあの割と応募するようなものにはなってきていると感じています。でもまあ確かにご指摘のようにあんまりこう建築家にとってはその目あるものというものではなかったかもしれないですよね。でなんでグッドデザインがいいって思ってるかというと、割とそのアワードの趣旨は気に入っているんですよね。で審査員をやるようになってよりあの深くというかあのそこについて思うようになってきているのは、何がいいねって思えるかっていうことなんです、うん、でそれって僕はもうこういうあのパーソナリティーし、何か自分の仕事を作品というふうには呼ぶつもりはあまりないし、グッドデザインの審査は意識的にやっていて、なんでグッドデザインが素晴らしい、いいかって思ってると、例えばよくこれは話をすることなんですが、よく街にこう仮囲いができて、お知らせ看板ができて、そこに共同住宅って書かれますよね。そうすると大体多くの人は、あ、また共同住宅かって思いますよ。つまり建築が建てられることにほとんど期待がないということですよね。多くの普通の一般に暮らしている人たちにとって、別に建築って自分たちの暮らしを豊かにしてくれるものでは全くないっていうことですよね。僕ね、それが嫌だと思ってる。例えばどんなに小さい共同住宅であっても、1階にわざわざ住居を持ってくる必要はないし、そこは商業を入れた方が圧倒的にみんなが喜ぶんだと思います。例えば共同住宅店舗って書いてあったら、それだけで、あ、ここにお店ができるんだって期待しますよね。僕それはすごく大切なことだと思うし、なんで共同住宅を敷地いっぱいまで建てるんですかって思う。少しね、2メーターでも 1.5 メーターでもセットバックして、そこに植栽階段を設けてあげられれば、道行く人はちょっとでも楽しくなるかもしれないのに、なんで建築の設計の人はそんなことすらやれないんですかっていうのが大きなあの疑問ですよ。どっちかというとね、僕ね、なんかね、もしかしたら、まあ、ここで言うのは恥ずかしいけど、怒りながら仕事してるんですよ。なんでこんなことできないのとか、なんでこうやったらいいのに、なんでこういうことを選べないのっていうことを本当に思います。さっき一番最初にお話しした自由が丘の商業施設だって、僕からしたら信じられないですよ。なんでこんなにパンパンにね、収益だけ取るためにやるのか。でも収益取るのに床面積を取っていくってことも矛盾してるじゃないですか。みんなが好きになる商業施設を作ればみんなに愛されるのか、収益上がるって、今そういう社会になってきてるのに、なんでその選択できないんですかって思います。でもさっきの話とつながるんですが、今大企業であっても担当の人はそれ分かってるんですよ。ですよね。でもうちの会社ってこうなんです、こうなんですって、そんな感じですよ。だったらそれ一緒に乗り越えましょうよ。こういう武器いっぱい渡すんで、こういうロジックがあるから、これで会社通せませんかと思う。社長となんか僕話もさせてもらえませんからね。一番最後って、まあどうですこれいいねとかって言われるけど、何年やってるんですかって思うけど、でもそうやってやったらみんなわかるんですよ。いや絶対そっちの方がいいんだけど、うちの会社だとこれはやりづらいんです、こういう文化だったし、こういうふうに今までやってきてるから、それを変えていくってすごい大変だと思います。でもそれ僕に言うということは、それはもう違うって
気づいてますよねって言うと本当にそうっていう感じなんですよね。で僕ねそれが一番建築の仕事をやってて面白いことだと思って、人が好きっていうのはもちろんあるんですけど、なんか生きていてなんか豊かなことってこうなってったらいいと思わないって言ったらそっちの方がいいよねって言えるのってすごく楽しいことだから、それを広げていくためにはもうね建築の設計って絶対必要だと思ってるんですよ。それを評価するのはグッドデザインだってと思ってます。次の質問かもしれない、ありがとうございます。すみません、皆さん、私3問ご質問に失礼ください。僕もね、なんかいい質問を時間がもしバーッとしてるぐらいで何かいらっしゃったら、その際なければ、じゃあちょっと僕も終わりでいいですか。ちょっと僕もお話ししたいので、でも結構すごい面白い面白い質問がいっぱい今日いただけたんで、山崎さんを通していろんな建築の今のありようとか僕分かったような気がするんですよね。さっきちょっと言いたかったのは、結構今ね、さっきデザイナーで言ってほしくないデザイナーが増えてるっていうのと絡んでるかもしれないけど、建築への不信がね、あると思います。再開発も含めてですね、まあちょっとあんまりこう、先生も言えないけど、またあれかとか、またこれ作っちゃうとか、またこのスタイルなのかっていうのがどんどん増えているような気がするんですよね。だけどさっき山崎さん最後にちらっとおっしゃったように、確かに二極化も進んでるし、貧乏さんも大きくなってるんだけども、若い経営者の中には、仮に見てくれはまあ違くてお金儲けてるみたいに見る人も多いんですけども、そういう人の中にも意外とさっき山崎さんが言ったようなことを分かってる人、やっぱりみんなでやっていこうかなっていう人も結構増えてます。それ僕最近ね、若い IT の人といろいろ話した結果そう思いました。ちょっと僕も偏見があって、その若い IT の人なんかはやっぱり自分たちばっかり考えてて本当に社会の大人とか考えてないのかなと思ってはいたんですが、意外と話聞くと、いやそうではないと、ちゃんと底辺から救っていこうという人も結構増えてますね。だからその、某 IT ジャーナリストの人の話してたらば、多分今の50代、60代ぐらいの人が世代交代すると変わっていく可能性はあるんじゃないかという意見を言ってました。ね、いや、まあ、ねですよ。僕が悪いというふうにあまり思う感じてはいませんが、今日こちらに来る前に白金台にある某ね、老舗のところの、建築計画を今やってるんですけど、今日午前中はパートナー説明会っていうのがありまして、パートナーさんに、本当に社長から執行役員が説明、新しい事業プラン説明する中に混ぜられて建築計画の話をやってくださいって、それはもちろん喜んでやるんだけど、僕はそこの仕事で本当に感じていることっていうのは、都内ですごく貴重な庭園を持ってる施設で、そこがね、そこの施設っていうのは、明治から江戸からあって、明治期大正期にそれをちゃんとお庭を再現し、この経済を超えた時に大体施設がこうブルブル広がって庭との関係がなくなるんですけど、今の社長はそれを元に戻すって言うんですよね。面白いですね。いや素晴らしいな。僕ね本当に社長の話聞いてて、いつもね胸が熱くなるんですよ。よくねそういう決断をしてくれたし、うちが建築して本当に庭との関係をって言ったら、いやそれはもともとのね創業者の思いであるから、それをやっぱりやるんだ。でもちろん社長ね、ビジネスのセンスの思いも強いんだけど、ビジネスの感覚があるから、それこそブランディングだと、ちゃんと収益を創造的にやっていくことで、それを望ましい状況を戻していくのって、絶対やろうよって感じの。これ素晴らしいですよね。素晴らしい。本当にね、打ち合わせ出てって、毎回ね、こう胸が熱くなるんだけど、いや今の社会って本当にそっちに向かって今みんな動いていってるんだって思うんですよね。でその時に僕はできれば創造性のある建築家にそういうものを頼めれば、そういうものっていうのは実現性がすごく高まるし、
もっといいものってたくさん出てくるんだけど、なんでその時にそういう事業者がよし建築家に頼もうっていうふうになっていかないのか、それがすごくなんか残念なことなんだなって思うんですよ。だからきっと今社会がどん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 そういうふうになっていった時に、もっとデジタルツールに投資をしようとかね、いろんな投資先があるんだけど、できれば自分は建築の設計をやってるから、うん、空間とか建築に投資をしてもらえるんだったら、それは必ず、うん、答え得られるようにね、一生懸命やるっていうことだなって思ってます。あのね、若い人でもね、結構若い経営者でもちゃんと文化資源の価値分かってる人結構今増えてますよ、うん、本当に。あ、そうね、本当にね、僕ね、そこはね、すごく早くな、伝統文化の中にも理解、やっぱ知りたいとか分かりたいとか、その日本の伝統的な思想とか文化とかをもう一回知りたいなって思ってる人結構今増えてます、若い人でも。ね、それをやると、今日の話の、前段も講談もそうなんですけど、ある程度こう嫌われていくようなこととか、もう本当に山崎さんに来ると嫌っていう人たちもプロジェクトの中に必ずあって、僕は本当にホスピスをやった時には看護部長がもう僕の目見てくれないですよあいつ本当に理事長にああいうこと言ってこれ通しやがったっていう感じで、本当に言ってください、どんどん本当に面白くなかったんだと思います。それだし、保育園だってもう山崎さんにこんなの理事長通すからめっちゃ大変なんですからねって、まあ、もうたくさん言ってくれるんですけど、まあ、文句言われてる時は愛されてるのかと思うからごめんって謝って大事ですよやってるんだけど、まあ、僕はあんまり気にしないっていうのもありますけど、でも必ずそういうこう動く時にはいや、そういうのは分かるけど、そんなんじゃさって反対する人もいれば、ビジョンを掲げる人もいて、仲間割れが起きたり、誰かと誰かが喧嘩して離れていっちゃったりするようなことって、すごく建築のプロジェクトをやってたくさん経験しました。さっきの52件の映画も一緒にやってたパートナーがね、パートナーって別の会社ですよ、 NPO の人がね、やっぱり石井さんについていけないと沖縄で何度も電話を受けて、いやそんなこと言わないでさって言ってるんですけど、やっぱり別れてしまうこともあったし、それはもう寂しいことなんだけど、でもね、それは地域でよくあることだと思います。でも、まあ、今またね、よりを戻して一緒に頑張っていこうかっていうこともあるし、必ずなんかそういうことってね、たくさんあると思うんですよ。でもそれが、まあ、地域みたいなもんだし、まあ、なかなかこう先見には進んでいかないんだけど、でもそれにじっくりこうなんか歩調を合わせながら、こうたまにはうまいことを言って励まして慰めて、でもね、一番効くのは模型を作ってね、提示するとね、みんなね、人間って不思議だから希望があるとよし頑張ろうってなるんですよね。なんか失敗してても、うん、僕のやり口はね、これはちょっといけないけど、模型をね、大きい模型を作ってね、バッとみんなの前に出すことなんですよ。そうするとね、いがみ合ってる人たちがね、やっぱりこれ欲しいねになるんです。僕それが不思議なことだと思うんだけど、これはね、僕の建築作品をね、欲しいでしょうなんていうふうには全く誰も思ってません。誰も思ってない。でね、いいのはね、あたかもね、自分が作ったかのようにみんな言いますから。さっきの縁側なんて説明一回もしたことないですよ。それはそう。うん、そうなの。それで、それはその前にさっきのオーナーとね、いっぱいいろんな話をして、いや、縁側ってね、で、彼の思想にもつながるんですよ。それは、介護ってこうやってやっちゃダメだって。で、赤ちゃんもこうやってやったらダメなんです。彼の思想的に。で、昔のお母さんたちはこうやってやってたでしょ。で、洗濯したり食器洗ったりするときもこうやってやってて、お母さんと赤ちゃんも同じ方向を向いてた。介護もこうやってやったらサービスになるから、こうやって横にいるっていうことがすごい大事なんだよ、健太郎さんっていう話をしてくれた。で、それってね、僕が建築に翻訳するのはそれ縁側なんですよ。まあ、若い人に恋人ができたときにデートでマクロダムに絶対行ってはダメ、こうやってこれ新しい恋人とこうやって向かい合ったら話すことが、横に座って同じ方向を見た方がいいって言いましたよね。まあ、簡単に言ったら本当にそういうことで、
これは介護でも子育てでも地域でも全く彼は同じだって言うから、だとしたらみんなが集まってくるにはそういう場所がいいと言ってああいう模型を作ってああいうのをやると、そろそろこういう感じだよっていう、それってすごく不思議なことだと思います。もうずっと建築家は、大学の時から自分のやったものを論理的に客観的に他者に伝える説明をしろと、主観で話したらダメだ、こんな感じだなんて言ったら説明にならんというふうに大学の教育でしっかり刷り込まれるから、僕はあんまりそういうふうに育ってきてないから、人の話をよく聞いたらすぐ形が湧いてくるから、でも割と時間をかけてたけど、こうやってやったらみんながそうそうそうこういう感じってみんなが想像できるっていうことだと思います。だからうちのやったのはみんな地味ですよ、建築でやったものとしては そんなにこうびっくりするようなあのものではないけど、割と馴染みのあるものだと思うんですよね。その新しいものだけ作ればいいっていうところあるじゃないですか、新規なもの、今までなかったようなもの、そればっかりを追求するっていうのはね、どうかと思うって僕は感じますね。どこを見て仕事をするかっていうことだと思うし、あの作品を作ろうと思えばやっぱりそういうふうにやってることっていうのは当然必要なことだと思うんですけど、あの僕の人生の目標はそこではありませんから、どっちかというと今皆さんとお話ししているように、まあ、さっきのプロデザインのお話もさせてもらったように、全然関係ない人とやっぱりこういうのってすごくいいじゃないっていうことがすごくね、僕にとっては幸せなこと、まあ、共通言語を話せるかどうかですよね。そう、僕はね、うん、居酒屋で飲んでるとすぐ友達になっちゃうから建築家は結構ね、あの言いたい放題で意外とね、専門用語が一回バラ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 って話するから、意外とクライアントにね、切られたりするケースもありますよね。全く関係ないですよ、自分の世界ではそれがそのジャンコンが正当な言葉だから、それはプロ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 って、まあ、よく言うんですけどね、スラブって言うじゃないですか。スラブって普通の人はそれしませんよ、普通の人はスラブっていう言葉は。でも平気で言いますからね、そういうのね。なんかそういうふうなあのやり取りをするために、さっき、お話ししたように、なんかの悪くなっちゃった人たちでも、建築っていうのは希望だと思うので、そういうものを出すとみんながやっぱりそういうものが欲しい、で僕の作品が欲しいんではなくてそういう場所が欲しいとか、これがあったら自分たちの暮らしが何とかなりそうだって思えるって本当にすごいことだと思うから、それをやれるのが、いやそれはねきっと建築の領域のすごく重要なことだと思うんですよ。あの説明がなくてもあの誰かと一緒に入れることとかね、あの僕はね一人でいいと思ってるんですよ。あのさっきのこれは僕はね割と他の建築家にはないあの経験をしたと思います。要するに末期がんでしょ、で視覚障害でしょ、あと何だかな認知症でしょなんかね嫌なことばかりやっているんだけど、でもねそれをねあのちゃんと作ろうと思うと無理なんです。なぜかというと、例えば住宅だったらお父さんとお母さんの話をよく聞いてそれを想像して出しますよね。でも末期がんの人を1人ずつ聞いていったら100人聞いたら100通りの答えが返ってきます。そうすると100通りのものを建築では絶対答えられないので不向きなんですよ。それがねすごくあるんだけど、その時にどうよく聞かれたのは、じゃあどうやってこの最後の決定を下したんですか設計者としてって言われると、いい加減ですって答えちゃうんだけど、でも事務所で一人で夜な夜な最後ペンを取りますよね。こうやって書いてて、よしこれで進めていこうって、これペンを止める瞬間ってありますよね。皆さんあの同業の方だったらこれをどの瞬間でペンを止めるかっていうことの中には、一人の顔を思い浮かべることだっていうのは僕の中にあります。つまり見たことない人の目に障害を持って死にたくなっている人のことを想像することはまずできないんだけど、この間あった視覚障害の和田さんの顔を見て、この人が喜んでくれるかなっていうことにまず焦点を当てるしかないんですよね。でもその人の固有の場所が生まれるかといったら実はそうでもない。もうちょっと何か水脈に当たるようなものをやるっていうのが、なんか自分たちの設計の仕事だと思っています。あの、そうですね、記者からね、
まだ話は続きますけども、ちょっとそろそろ9時半ぐらいの前にちょっと離れた番組なんで、ちょっと申し訳ございませんけど、そろそろこんな感じで、その機会面白かったですね、話がね。僕今日体験して面白かったのは、今度から後半は全部フリートークにしようかなと思ってますいろんなサブプロダクトが出た会議した今日は。じゃあ今日どうもありがとうございました。すいません。